はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダージオーサウンドライドウォッチシリーズ食玩ライドウォッチ01です。はい、ついにライドウォッチも食玩シリーズ始まりましたね。ここから一気にウォッチの数が増えていきそうな感じですが、まず第1弾は1個500円で全4種類で、ジオーライドウォッチ、ビルドライドウォッチ、ゴーストライドウォッチ、ドライブライドウォッチ。ゲイツはありませんから、変身用が1種類とアーマータイム用が3種類で、いきなり充実のラインナップですし、前面パーツの形状が変わってるおかげでライダー顔がはっきりしてて、年代状態の回転変形はありませんが、横はラインナップで単体サウンドが4種類プラス、長押しで時空ドライバーモードに切り替えることで時空ドライバーと連動してサウンドもなりますから、またデラックス版とは遊び方がちょっと違うとはいえ、収録音声なんかはどれもしっかりしてますよね。だいたい4種類かな。ライドウォッチ名、解説音、変身音、必殺技、あとはベルト以外のアイテムの時間ギレードと連動するとどういう風になるかってところも確認する必要がありますね。パッケージはどれもなかなかかっこいい。ではレビューしていきます。通常はこういう形で前面パーツの一部が抜かれることで、年代状態とライダー顔状態に切り替えることができますが、ここがオミットされてるとはいえ、ライダー顔がはっきり見えるのはいいかも。おー、ありだよ。本編でもここのライダー顔が目立ちますから、あーなんか浮き上がってるっぽい。いいじゃん。だってこれね、1個1500円とかしますから、3分の1の価格帯でこれだったら全然ありだな。で、あ、前面パーツのスライド回転はないんだ。そっか。で、ここも押せないし、あくまで押せるのはここのサイドボタンとモード切り替えのリセットボタン。こっちで音声で、長押しでモード切り替えで、リセットでモードを戻す感じ。なので、てっきり前のクローズが食玩ガシャポンベースかと思ったら、一応これはね、回転ギミックありましたので、そことは違う、また別のカテゴリーって感じなんですよね。え、成型色とか、全然いいよ。いや全然いいよ、クリアパーツ使われてるし。でゴースト、あーなるほどね、これもオレンジカラーとか、あ、いいいいいいじゃん。え、いいじゃんいいじゃん。がっつり差別化されてると食玩版を集める意味も個人的には出てくるかも。あー、ドライブの顔とかタイプスピード顔めっちゃわかりやすいね。で、なんかパッケージ見た感じ、ビルドとかもすごい良さそうなんだよな。あ、なるほどね。やっぱラビタンの顔とかがデラックス版だと若干わかりづらかったんですが、それに比べてすごくいい感じ。ほら、こうからこうだからね。え、食玩版良くない？じゃあまずそれぞれサウンドは後で一気に確認するとして、まず本体をぐるっと見回すとこで、デラックス版と比べると、ここのね、層がない分、ライダー顔がくっきりはっきりしてて、前面のクリアパーツの感じとかもちょい白が薄いんですけど、うまく再現されてますし、ベースも、いや、ほとんど変わんないな。で、ピン配列も同じで QR コードもあるし、電池も最初から入ってる。ボタンとしてはデラックス版だと、まあ、ボタンというか、ここのね、ギミックが回転あるのと、スイッチオンで、音声が2種類から3種類になるような形で発光もあるんですが、こっちはそのね、回転ギミックが省かれてるのと、ここのスイッチがフェイクになってて、押すことができませんね。これはクローズと一緒。ただ、ここのスイッチを押すことで音声が4種類になって、長押ししてモードチェンジで、モードを戻すときはリセットボタンを押せばモードが戻ります。なので、ロックシード、食玩ガシャポンのロックシードと、なんか似てるかな？ギミックのこの差が。さらに、ビルドライドウォッチを見回すとこうで、これもね、前面パーツ固定になってて回転することはできませんが、しっかり成型色で色分けされておりますし、デラックス版と比べても赤色が若干チープになってるけど、まあでも比べて初めてわかるぐらいかな。ブルーのベースカラーなんかも変わってませんし、スピーカーどこだろう？スピーカー穴は塞がれてるんだけど、前面から音が出る感じなのかな？ここかな？で、上のスイッチも造形とかパーツほとんど共通ですが、押すことはできませんね。デラックスはこんな感じで押すことができたりとか、年代に切り替えることができますね。でもほら、比べても全然
いいでしょ。いや、食玩版デラックス持ってるからこそありだな。ガシャポン版も同じってことだよね。はい、ゴーストの俺魂の顔はこうで、オレンジの成形色も、いや、変わんないぞ、デラックスと。箱はこんな感じでしたが、もともとね、複眼がこの辺まで絵柄入っちゃってましたから、それに比べて非常にまとまりいい食玩版。はい、比較するとこうで、もちろんこれも回転ギミックとかボタンはありませんね。で、ドライブタイプスピードがここにいて、デラックス版のタイプスピードはこうでしたから、やっぱり絵柄、顔部分くっきりはっきりしてていい感じで、上側下側で、成形色なんかもガンメタすごい綺麗なんだけど、食感で十分だな。やばいっすよ。500円全然ありじゃん。もうこれでいいかも。まあね、簡単に遊ぶんだったら全然これでいいな。では単体サウンドを鳴らしましょう。ボタンはここじゃなくってここね。いきまーす。1音目。ジオー。ライドを突きで戦う時計のライダーはジオーだ。あ、さっぱりめ。なんかちょっと短く入ってますね。あと音量小さめというか、音質がデラックスほどは良くないかな。ライドタイム、仮面ライダー。うわ、でも変身音が単体でこうやって遊べるってめっちゃ良くない？あ、これいいわ。タイムブレイク。この4種類がループするような形。ボタンもね、全然ここじゃなくても簡単に押せるから違和感ないよ。結局スピーカーここか？あ、ここだ。ライダー紹介音を比べると、ここは変わんないけど、ライドウォッチで戦う時計のライダーはジオーだ。ライドウォッチで戦う時計のライダーはジオーだ。あ、チクタクチクタクチクタクの部分が省略されてるんだ。そういうところで差別化するわけね。同じくビルドライドウォッチ、これはボタンがこっちにありますね。タイムブレイクは入ってない。この4音がループですね。さらにゴースト、絶対シード抜くと起動音が鳴る。めっちゃいいじゃん。偉人の力、パーカーを着たお化けのライダーはゴーストだ。偉人の力、パーカーを着たお化けのライダーはゴーストだ。やっぱチクタク音がないわけね。単体音声最後はドライブ。
はい、4音がループ。で、長押しすると、時空ドライバードライブで、これで時空ドライバーモードに切り替えで、後ろのリセットボタンでモードを戻します。あ、ここでライドウォッチが鳴るわけね。なるほど。今一度別のウォッチのモードチェンジ音声。リセットボタンで元に戻ると。これは全部一緒かな。そう思うと4音プラス長押し1音、リセット音1音で単体で6種類の音声を楽しむことができますね。すごっ。では、いよいよ時空ドライバーと連動。まずはボタン長押しで時空ドライバーモードに切り替え。これでセットするでしょ？あ、普通にデラックスと挙動変わんない。変身！お、いいじゃん！ライダータイム、仮面ライダージオー。ちゃんと食玩版のこっちから、サウンドが全部鳴りますよ。で、必殺技は押すのかな？あ、じゃあ押せないから、押せないよね。押すボタンないから、このまま回転するってこと？あ、そういうことね。こういう遊び方だ。じゃあこの状態からさらにビルドライドウォッチ長押しで、時空ドライバーモードにしてセット。あ、そうなっちゃう、そうなっちゃうわけね。モードを切り替えた状態でセットして、で、アーマー側もセット。はい、ちゃんと赤と青に発光して矢印も出ましたね。で、アーマータイム。お、デラックスと同じ挙動でアーマータイムすることができました。さらに必殺技。ボルテイクタイムブレイクで爆発音はさっぱり気味ですが、これも連動しますね。そして食玩版のウォッチセット状態の見た目はこうで、ライダー顔がはっきり見えるから、やっぱセット状態の見た目いいね。ただ、デラックスと同じように、セット状態から、変身完了状態から、アーマー側をセットすると、さっき、アーマータイムしてくんなかったんだけど、説明書にはね、ここの箱の中の説明書には、これでいけるって書いてあるんですよ。ほら、タイムブレイクって言っちゃうもんね。で、アーマータイムだもんね。できるって書いてあるんだけど、できない。変身側とアーマー側をポンポンと一緒に刺して回転しないと、僕の買ったやつはできない感じ。いやー、やっぱコツいるな。では、同じ手順でゴーストアーマー行きましょう。あ、でも連動やっぱいいね。あと見た目がいい。なんでオメガって言うんだよ。どうなってんだ。ちょっとなんだなんだ。オメガって必殺技になってるじゃん。どうした急に。時空ドライバーモードでしょ。いいでしょこれで。
アーマータイム言ってくださいよ。ほんとしっかりとした手順を踏まないと音声エラーを起こすね。あー、そういうことか。なんかちょっと気軽さないかな。急にオメガとか言っちゃうし。じゃあドライブアーマー、という連動の感じでした。音声はしっかりね、デラックスっぽく両方からなるんだけど、ちょっと音質というか、ボリューム控えめかな。なんかさ、こういう風に大気音が鳴ったりとかしちゃうのよ。なんだろうな。リセットボタン押すと、ライドウォッチに戻ります。ここ押しづらいのよ、ちょっと。武器関連との連動はどうなる？時間ディレードの電源オフにして、セット。お、はまるね、しっかり。あー、でも。あ、普通に。あ、でもいいかも。ボタンを、押してるのと同じだ。4音がトリガーと連動して、ループする感じ。あ、こういう連動。好きだな。食玩6シードもこんな感じなかったっけ？僕はこういう連動好き。時空ドライバーモードでセットするじゃん。これでトリガーだと。あ。時空ドライバーモードだから、待機音だ。あ、でもこれ以上、進まないか。あ、なるほどね。あくまで、ウォッチモードで、4音の連動を楽しむ形だ。他のやつも一緒だねってことは。ん？あ、変身系じゃないから反応しない？アーマー系と変身系で反応の感じが変わるってこと？違うわ。ボタンがこっちにあるから、勝手に長押しされて時空ドライバーモードに切り替わるんだ。あ、そういうことね。なので変身ウォッチだと4音を楽しむことができますが、アーマーの方だとそういうことはできませんね。一応セットして、まあ、連動というか、見た目的には遊ぶことができます。まあ、初食玩系っていうのもありますけど、理解するのに、連動の仕方を理解するのに、ちょっと時間がかかるね。はい、ということで、食玩ライドウォッチ01のジオービルドゴーストドライブを紹介しました。定価500円のライドウォッチの見た目としては、個人的には100点満点で、成型色の再現クオリティも非常に高い上に、ライダー顔部分がデラックス版とうまく差別化されてましたから、デラックス版を持っててもちゃんと別バージョンが欲しくなるような仕様になってましたね。ただ音声遊びに関しては若干癖があって、単体で遊ぶ分には非常にいいんですけど、シンプルで。ベルトと連動して遊ぼうと思うと、モード切り替えの上にセットするコツも必要なので、ちょっとここが遊びにくいかなと感じました。とはいえ、時空ドライバーを持ってなくても、一通りのサウンドを単体で楽しむことができますから、そういう部分ではすごいいいアイテムかも。意外と、ドライバーは持ってないんだけど、コレクションアイテムは集めてるんですよねっていう話もよく聞きます。
きますから、連動遊びがやりにくいとはいえ、もうそこを割り切って、これはもう単体で遊ぶものなんだみたいな、500円でこれだけいろいろできるんだったら全然ありですね。もうガシャポン版も発売されてるようですから、見つけ次第そちらもレビューしたいと思います。以上、仮面ライダージオーサウンドライドウォッチシリーズ食玩ライドウォッチ01の紹介でした。